泉鶴イ市は、鹿児島県北西部出水平野の水田地帯にあり、毎年10月中旬頃から翌3月頃にかけて、約1万羽の鶴が越冬することで知られる場所である。鹿児島県泉市内の245.3ヘクタールが、鹿児島県の鶴及びそのイ市として、国の特別天然記念物に指定されている。鶴の様子毎年10月中旬から11月中旬に、 かけて、北、または、北西の風に乗って鶴がトライする。おおむね一万羽の鍋鶴と、おおむね三千羽のマナ鶴のほか、黒鶴、アネハズル、カナダ鶴、袖黒鶴も少数ではあるがトライする。稲刈りの終わった水田や急耕田に生える、稲の二番歩カかや釣り草かの雑草、セットガヤ、松梅、黒具合、ジャガイモ、カエル、カタツムリ、タニシ、バッタなどを食べながら越冬する。 人為的な給仕も行われており、年間約75トンの小麦を、はじめもみ、玄米、大豆などが与えられる。また、タヌキやイタチに襲われることがないよう浅く、水を張った湿地が、ねぐらとして用意されるなど手厚く保護される。その一方で、周辺の農家は、農作物を荒らされることがないよう畑に防護ネットを張らねばならない。鶴が北へ帰る直前には、約8トンのイワシが与えられる。 2月上旬から3月下旬にかけての晴天の日に、西、または北西風によって発生する上昇気流に乗って、円を描くように上昇し北へと飛び去っていく。泉平野に飛来する鶴の繁殖地は、鍋鶴がバイカル湖からアムール川中流域にかけての湿地帯、マナ鶴がアムール川中流域から上流域にかけての湿地帯である。越冬地は出水平野のほか、 山口県周南市の八代盆地や韓国の手具、高麗軍及び軍事境界線の出地帯、中国の長江流域などがあり、その都市の気象条件などによって越冬場所を変える。鶴も多いことから、出水平野に渡来する鶴の数には増減がある。鶴展望所元々鶴は、日本各地の湿地や水田地帯に渡来して越冬しており、江戸時代の薩摩藩領内でも多くの場所で鶴が、 観観察察さされれていたたで鶴が観察された最初の記録は1694年のものであり、当時造成されつつあった海岸沿いの干拓地で発見されている。江戸幕府が鶴の保護を呼びかけていたことから、薩摩藩も領民に鶴の保護を命じ、以降も鶴が土来するようになった。明治維新によって鶴を保護するよりどころがなくなると、一転して、 狩猟の対象とされるようになり、明治中期には乱獲によってついには一羽も捕来しなくなった。1895年に狩猟法が制定され、保護されるようになってから、再び捕来するようになり、対象から昭和初期には鶴を見物するための鶴見馬車が、運行されたり見物書が作られるなど、出水平野の名物として定着していった。 1923年に開通した鹿児島本線は、当初は出水平野中央部を通り抜ける計画であったが、鳥類学者の内田聖之助が鉄道省に、鶴の保護を訴え虎市周辺を迂回するルートに変更させている。虎いする鶴の数は1919 19年の調査で150から160羽、1927年には275羽。 1939年には3908波と増加していったが、第二次世界大戦中に越冬地周辺に設置された海軍飛行場の影響や保護活動の縮小などにより1947年には275羽まで減少した。戦後、1952年3月29日に鹿児島県の鶴及びそのライ地として特別天然記念物に指定された。 1955年、当時の防衛庁が旧海軍飛行場の再利用を計画したが、市民の反対運動にあって断念している。1962年に鹿児島県鶴保護会が結成され、翌1963年にはトライ数が千和を超えた。1976年に軍事境界線での米韓合同軍事演習が始まってからトライ数が急増し、 1992年には1万話を超えるまでになった。1987年から、泉鶴マラソン大会が開催されるようになり、1989年11月1日には、鶴観察センターが、1995年4月21日には、鶴博物館、クレインパーク泉がそれぞれ開館し、啓蒙活動や観光の拠点として利用されるようになった。一方で鶴が、 出水平野に集中することによる問題点が指摘されており、2001年から越冬地を西日本各地へ分散させるための調査が進められている。また、1987年11月1日には、周辺の高尾野町とともに、国指定出水、高尾野町寿保護区に指定されている。ありがとうございます。